どうやってみて川崎選手。あの後ろのギャラリーが本当に、うん、仲間たちのことギャラリーって呼び始めたの盛り上げてくれたので、うん、私たちも理科研究部も頑張ることができました。もう本当になんかもう可愛くて、でこう近くでこうシャクタンがこうやってロボットダンスしてた時とかもう本当に私川崎シャクラに出会うために生まれてきたのかもしれない。そんな浜川シャクラにもう思っちゃって。